皆さんこんにちは、エネルギーナビゲーターの畑春美です。はい、じゃあ今日は前回の続きをしたいと思います。今日はちょっと短めの動画にして何本かに分けてこれからお話していきたいと思うんですけど、前回の動画で3月は大きなシフトが来ますよってお話をしたと思います。で、本当にここで新しい波が立ってくるんですけど、3月の2日の日は金星と木星が お羊座の12度で52なのですごく素敵なエネルギー来てます。で、皆さんのお羊座のあるハウスで、そこに12度のあたり、私、太陽が11度40何分なんで、本当ピタッと重なってるんですけど、そういう方はものすごいアクティベーション来てます。ものすごい私の太陽を輝かせるすごいタイミング切来てたんで、動画撮ったんですってお,お伝えしたと思うんですけど、お羊座の。 支配火星ですねそれが双子座にありますから、まあ、双子座のテーマをしっかりと取り組んでみましょう。自分をどう感じてるかなそれからお羊座っていうのは勇気を持ってね行動に起こしていくことができるエネルギー持ってます。だからえっ、ー、とそこの皆さんのチャートの中でお羊座が何ハウスにかよにあるかで違うんですけど例えば私のように5ハウスにある時は5ハウスはもともとも太陽のある獅子座のハウスですから 思いっきり私はアルミナのこういうことしたいのって太陽を思いっきり輝かしてですね、こうまあ舞台でこう踊るんじゃないんだけど <laughs> 思いっきり自分をねこう表現したい太陽なんですね。うんそれを今あの本当に、えー、やる時が来てるんだろうなと思います。ただえっと高い周波数を使っていくときはこの太陽を思いっきり輝かすんだけれども自我だけではなくて本来の本質の 自分と宇宙とつながっててそのどなたかがね「進撃」っておっしゃってたんですけどこう本当今ね私たちは地球に生まれてきて進撃をやってるんですよその「進」っていうのは神様の劇 <laughs> つまり宇宙を神と呼んでもいいんだけど私たちはこの宇宙の創造クリエーションのエネルギーそのものをそのまま持ってきてワンネスからそこから分離して体を持って生まれてきてますから私たちの魂っていうのはこのスピリットの世界直結してるんですね。 だからこのスピリットで生き始めるともう本当宇宙が私たちとつながってて宇宙がいろいろとねあのプロデューサーのようにこれをこういろいろ伝えてきてくれるわけですよでとにかくハートがやりたいなと思うことはとにかくやってみることをおすすめします押しり座太陽の晴海さんがはそう思うんですねそれでとにかくやりたい面白いと思ったことはいつもやるように2016年から私は YouTube も だからどうやって食べていけるかもわからないまま失業したあとで YouTube 始めたお話し,してますよねだからお羊座って勇気も与えてくれるし今ほんと押しがあるところをうまく使うためにはこの支配性である火星が大事なんですよ火星は双子座ですから双子座のテーマをやってください学び大事ですえっ、ー、と この自動生成プログラムこの1年間の詳しいエネルギーの解説だけではなくて何に取りどうやって取り組んだらいいかっていうようなことを去年からのプログラムも全部含めてそしてこの間ね何でも相談会っていうのを先着20名の方だけやったんですよもう本当に皆さん喜んでくださってそんなのもやってたんでねあの2時間の予定が3時間のちょったしねそんなのもあってねあのなかなか YouTube の動画を出すことができなかったんですけど <laughs> さて えー、土星が魚座にこの,後満月の後入っていくお話しましまたねだからあのー、魚座の土星って自分の私事で自我だけで足をしようこうしようこれをやるんだって決めてですね目標を決めていくらやってもそれが本当の魂みなの声に従ってない時は皆さんの本質と外れてる時はことごとく固まらないんですよ。性の方が全 棒波で溶かしたんですねだからあのそのことさえわかってたらすごいわかりやすいんですよあのこの土星が魚座に入るっていうこともそうなんですけど土星と海王星とかヤギ座と魚座のエネルギーが混ざった時っていうのは同じようなエネルギーになります例えば 2015年の12月の9日に私卒業したんですけど、<laughs> それから、まあ、2016年とは、その頃何があったかっていうと、あの、ちょうど土星が伊手座にいてね、そして手座の9度、7度、8度とかその辺にいて、海王星がちょうど7度、8度、9度の魚座にいたんですよ。だから、スクウェアになってるんです。すると、土星は伊手座の土星なんだけど、 火曜星はうごだで自分が支配したとこすごい強いわけですよ。で、土星の、手座の土星だから、私の真実、私こんな風にしたいのっていうものを一生懸命固めようとするんだけれども、それが本来の、本当の真実に沿ってるときは、宇宙が、アライメントしてれば、これね、導かれながらそっちに行くとね、固まってくるんですけど、 これが,が、画だけで、自分の画だけで、なんとかするんだ、なんとか、うまくいかないときは、ますます頑張って、頑張って、努力しても、やればやるだけでなんかうまくいかないって時あるでしょう。それは、こういうときが起こってるわけ。そうすると、宇宙はそうじゃないよって、どんとかすわけですよ。それが起こってた。それで私、失業したんですよ。すごい得意な仕事だったのに。で、ヘッドハントされてきたから、やっぱりちゃんと役に立ちたいと思ったんですよね。でも、なんか、まあ、いろんなことがあって、と、あの、できなかった。 で本当は辞めたかったんだけど辞めたらまずはあのなんて言うんですか引っ越し代も出してもらったしせっかくねあの壊れてきたのにあの自分から辞めるっていうのは私としては嫌だったんでただ本当に辞めたかったんですよねだからポーンって辞めさせてもらったおかげでまあ、私ミスしてたわけではありませんからだから逆に私解放されたんですよねでその時にのお話いつもしてるんですけどで まあ土星あの木星とノースノードというのが、ね、私のジュフハウスの乙女座をこう運行してたんでその時は私にとっては一生に1回のすごいキャリアがこう拡大する時だったんですね魂の進化の方のだから引っ越しをするその就職が決まってあの転職をして4ヶ月後に私失業しちゃったんですけど。<laughs> その転職の先は私があんまりやりたい、もう昔やってた仕事で得意な仕事だけどあんまりやりたいわけではなかったんだけど、どんどん道がつくから何か役目があるのかなともってったんですが、くっクッと首になったわけで、ああ、これじゃなかったんだって分かったわけですよ。だから本当にじゃあ私何やりたいんだろうって思った時に、アストロロジーを皆さんに伝えたいと思ったんですよね。で YouTube を始めて話してるじゃないですか。そうすると道がついたんですよ。 youtube 誰も私なんか知らないわけですよブログやってるわけじゃないしアストロージーとしてじゃとして何か,どっか誰か有料でカウンセリングした時か実績もないしただずっとまあお友達とかの相談には乗ってましたけどだから、えー、まずは知ってもらうので、えー、と文字なんかで書いてもわかんないんですよねだから YouTube で一生懸命無料でたくさんの有料級の情報を出して。 動画でねあの <coughs> チャートで解説したとか昔の動画いっぱい残ってますから見ていただいたらわかると思うんですけどそんな感じであのポンポンポンとポン動画を上げていったら3ヶ月ぐらいしたら「はるみさんあのえっとリーディングしてもらえませんか?」っていうような、えー、お声をだくようになってそれから日本に帰ってワークショップをしたら来てくださって「じゃあオンラインで何かしましょう」って言ってこういうふうに道がついてきた話しましたね。 YouTube 始めたときに私はアストロージャーなんですこういうウェブサイト持っててこういうのやってますじゃないんですよウェブサイトも何にもない中でだからアストロージャーの私は一言で言うとエネルギーを全部やりたいんでエネルギーナビゲーターっていう名前にしたんですけどそうやったら何にもその土星的な目標もはっきりないけど自分らしく生きるそれだけは決めたんですよ。だとは私が本当にやりたい 魂がやりたいっていうことしかしないで生きてみせるってその時やっと覚悟できたのちょうどあの60歳になる第二女性会見の直後ですよそしたら魂の恋を生き始めたら奇跡が起こるんです海王星がこんな強い時はドロドロ溶かすんだけど海王星だけだと固まんないんだけどここに女性が一緒になると女性が固めるんですよだからこれからの2年半 <laughs> 3年近く女性が魚座に入ってから。 皆さんが本当に魂の声を聞いて、魂の声を聞いて生きるっていうのは、愛で生きることなんです。恐れを手放して。なんか今までの、こうしたら安全、安心って言われてるようなものにしがみついてる生き方をしたら、ますます怖くなって、ますますとかされて、なんでこうなるのって怖くて怖くてしょうがなくなります。で、みんなが怖くなった方が得,得な人がたくさんいるんです。でも、これからの時代は違うの。 一人一人が自分の魂の声聞いて生きて、ワクワクして生きていった方がいいんですよ。そういう、本当にそういう時代が来るから、私はもうそ,そっちの方にしか意識向けてないから、もうワクワクで、あどうなるんだって楽しみでしょうがないんです。私のミラクル会員の皆さんとか、それから一生懸命アストロージー学んでくださってるヴィーナス会員の皆さんはいろんな試練は来ますけど、チャレンジが来ないと私は成長できませんからね。 でもやっぱりワクワクしながら生きてて、まあ、もう皆さんねこの間も「ハートフールビジネス」って私の高島先生とっていう私の IT の先生いらっしゃってで、まあ、IT の先生も私がコンサルをしてあげるようになって私がコンサルを受けてたんですが IT の先生高島先生のまあチャートとか見てあげて私もコンサルしてあげるわけですよで先生自体が本当変わっちゃったのねアルミさんの,あの、えー、とビジネスを応援してるとみんなが喜んでくれてる仕事ってこんな楽しいものだったんだと。 すごいお金を儲けたんだけど先生はちっとも幸せじゃなかったんですよねだからあのそういう自分の魂の声をが分かるようになってきてそっちの方に意識をフォーカスしてくると自分が何のために何をしたくてこの地球に今生まれてきたんだろうっていうのが見えてくると本当に行きやすくなるんですよそれがみんなができる時代になるそのための最高 こ校のナビゲーションツールが、ライフナビゲーションツールが、私がみんなにお伝えしている意識進化先生学なんです。だからね、あの自動生成プログラムもね、ぜひね、これ、絶対取った方がいいと思うんだけど、それ取っただけだと、まだ自分のチャート、あの、エネルギー分かんないから、ぜひとも、あの、意識進化先生学 AUC で、ベーシック1、2をぜひ学んでいただきたい。1、2を聞いただけだと、まだチャートが読めるようにはならないんですけど、 まあジーナビとか聞いたらずいぶ分かるようになるしそれだけでもチャートが全部読めなくても自分をの魂の声と向き合うたくさんのベーシックな情報が分かってきますそしてもうちょっと先にいくつか進んでくるとだいぶいろんなことが見えてきますから、えーまあ、ビ,あのビーナスイになれるぐらいに頑張っていただくと本当に人生がですね ああ自分が生きてるって、こういうこと、生まれてきたのはこういうことだったって分かるようになると、いくつになっても楽しいです。もう、はるみさん、今度の4月1日でお誕生日が来て、67になるんですけど、ますます楽しくて、楽しくてしょうがない人生を送ってますから、えー、ぜひですね、この土星、魚座のエネルギー、うまく活用していただけたらと思います。まあ水、その後ね、水亀座に土星、あの、冥王星が入っていくと、またすごいエネルギー変わりますからね。ですから、あの、本当に今ね、あの、関ヶ原、どっちを選ぶかです。 恐れで生きるか愛で生きるか私はずっと愛を選んできています、うん、愛を選ぶってことはマインドじゃなくてハートなんですよね。ですからハートの声を聞いて生きるってのはどういうこと具体的にどんなことしたらいいのそういうことをいろいろとお話ししているのが児童生成プログラムなんで児童、ね、生成プログラム興味のある方はこの下から今特別キャンペーン受け付けるようにしてますのでぜひお申し込みください。はいそれでは今日はこれで終わりにします Thank you so much, so much love じゃあこのあとオラクルカードリーディング引いてますからお話ししますね。動画撮ります楽しみ見せて,てください。Thank you